見てても楽しい,みたいな <laughs> あ〜沖縄かましてるみたいな <laughs> 月行くよみたいな、うん、普通に何にもせずにただ人見てるだけでマジで面白い人間ってみたいな <laughs> 人ってこういうふうに交わるんだ <laughs> 普通にお家がずっと英語だったから何も喋れんし給食ピザじゃないしみたいな <laughs> ん結構見てくるなって思って「あグレーサイミって気づいてんのかな?」まあかわいくいいとおってなる時にすいません」みたいな。 昔、なんか、ウクレレやってる YouTuber やってました、<laughs> みたいな。ユ <laughs> ニバーサルジャパンの方から連絡が来て、はい、その、例えールを送るので、うん、あの、それつけて動画やってくれないですかみたいな。<laughs> はいということで今回のゴールドンラッシュパーキャストのゲストはグレイスアイミーでお願いします。お願いします。グレイスアイミです。ありがとうございます。お願いします。今はあのあれですか？東京？今東京に住んでる一年一年半ぐらいです東京一年半ぐらいだ。ちょっと東京ギャルになり。東京ギャルになりました。えだけどさあのインスタグラムとかもなんか結構なんか。 どこにどこにいるのかわかんないイメージがちょっとあってんか結構先月とかはほぼ毎週末帰っててガチでありがたいことのライブのきっかけとかで帰れるんだけどあねなんかそう普通に最低1か月に1回は帰らん時がまあ1か月一1回言い過ぎか2か月に1回とかめっちゃ行くやんすごいね沖縄大好きすぎて東京も東京でほんと好きなんだけどんか や島のあの雰囲気が好きだし家族も沖縄にいるしだからそうもうできる時は帰ってる今週4日間何もすることない帰ろうみたいなええそういう感じなんだそうすごいねいやんかグレイス・アイ・ミーは沖縄っていうイメージめっちゃ強いからんかまあそういう愛をたばんのかなと思うんだけどどういう生い立ちみたいなのちょっと聞こうまあんかいろんなところで話してると思うんだけどちょっと話聞きたいと思ってて。 親とかはどういたうちっ,ってどういう意味だったっけおいたちは、<laughs> how you g r o w up? は <laughs> い。なんか、まあ、生まれが沖縄で、あのー、お母さんがハーフなんだけど、沖縄とアメリカの。うん、で、お父さんが純アメリカで、その3歳ぐらいまで沖縄に住んでて、うんうん、I think from 3 to 6-ish、うん、ぐらいアメリカに、ノースカロライナーに住んでたんだけど、<ー>ミリタリーベースの中で。<laughs> 2007年ぐらいに戻ってきてそれからもずっと沖縄あそうなんだでそうんか最初は基地の中野学校行ってたんだけどグレースもあの五ょ兄弟なんだけど五人でビッグビッグファミリービッグファミリーでグレースとお姉ちゃん二人がせっかく日本の地入ってるから日本の学校に入れてほしいみたいなでも親に超お願いお願いお願いみたいなでか最初 そのいじめとかないかなと思って親が何か、ね「いやくもんとかでいいよ」みたいなあ<ー>ってなってもうお願いし続けてやっと日本の学校入ってはいはいはい、はい、小中高も普通に日本の学校だったしあそうなんだそうあそういうこと<ー>ちょっとしかじゃあベースの学校入ってな、ねねはいのにあんまり大きなも多分もう2年生の途中ぐらいからもう日本の学校入って、うん、あそうなんだそう小二の中中 そう承認の最後らへてへ<ー>そうだからそれまではもう日本語も全然しゃべれなかったし何、ねうんうん、かまあ家族沖縄の家族から感じてたそのカルチャーとか終わったんだけどうん、うん、普通にお家がずっと英語だったからなんか日本語は全然しゃべれなかったしなんか最初入った時なんかえ何もしゃべれんしそうだよな 給食ピザじゃないし、みたいな <laughs>。それ最初マジで、なんか。そうだった。えな、なにこの子、これこれ <laughs> 炒め物とか、<laughs> そう。だって、ね、アメリカンスクールなんか、ピザとか、うんうん、まあ、ハンバーグとか、まあ、超ベーシックなアメリカン料理みたいな。で、めっちゃ多くて、最初日本の学校入った時に給食見て、うん、しかもめっちゃ好き嫌いなの。 しかもあ多いんだそういうのが残念ながらで食わず嫌いの人でもあるからうん、うん、もう最初見て「え何これ?」みたなもうなんか「パン少ない」みたいな「<laughs> パン少ない」<laughs> <laughs> なんか納豆臭いみたいなそっかそういう経験が最初始まってでもまあ途中から給食好きなんだった好きだったんだけどあの あ、そ生い立ちの話か全然いいよ全然いいよ全然いいっすよ何の話してたんだっけだったら全然給食しか考えてなかったそうだねでも結構カルチャーショックであるやんやっぱそうだねそうだよねなんか最初はやっぱりお家の中でずっと英語だったしカルチャー的にもまあアメリカと日本のミックスではあったけど多分アメリカ強めのカルチャーがあったわけで だからなんか、その最初学校行った時とかは結構ショック,ョックだったっていうかなんか、もう本当にハテナだらけだった。もう言語もわかんないし、なんか、なんていうの、スクールシステムもちょっと違うし。はい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 、そうだよね。で、まあでも本当に、まあちょっといじめとかはあったんだけど、あったんだ。あったあったあった。<ー>でもなんか、まあ大人になって考えてみたら別になんか、 いじめ、ま、あ、いじめはいじめなんだけど、結局、一人だけ全く違う子が、うん、なんていうの、ほぼ、ま、あ、一緒の子の中じゃないけど、日本人の中に一人だけ違う子がいたら、それは絶対、なんで違うのってなるじゃん。ね、なんか。で、ま、あ、子供だった時は、ああ、もう日本人になりたい、みたいな。もう、そばかす嫌だとか、緑の目嫌だ、みたいな。で、超親に言ったりしてたんだけど、なんか、 だだんだん大人になって振り返ってみたら別になんか子供だしみんなでそれって子供のなんかなんていうのアーダこコーダじゃなくて普通に違うは違うなみたいな、ね、だから別にいいやみたいないいやっていうか <laughs> そんな深く考えなくてもいいかでも全然みんなすごいなんかグレースにめっちゃゆっくり日本語を教えてくれようとしたり<ー>そのなんか給食で食べれないのがあったらはい、はい、じゃあ,あのなんていうの 交換試合じゃないけど、ジャグレースパン好きならパンもっとあげるよ。だからこれちょうだいとか。なん,なんか、ううん <laughs> なんか交換しあったりとか。なんか結構恵まれてたと思う。最初の先生もめちゃくちゃいい人だったし。そう、いまだにずっと承児の先生よく,よく考えるんだけど。なんか。そう。いい。<ー>ピースフルな、俺ただちだ。だ なるほどね。えちなみにあ意外にさなんか俺のイメージなんだけど結構さやっぱあのベースもあるしやっぱり結構そのと違ってるとハーフとかミックス多いイメージだって沖縄ってそれでもやっぱ自分の学校は結構少なかったんだ。最初は少ない方だったと思う。なんかその一番最初に友達になった子がエレンっていう子がいるんだけど彼女もコータで日本のコータ日本のあそう日本の濃いコータはいはいはい。 でとか小3ぐらいの時にあのイギリスのハーフの子ツキっていう子がいたんだけど、はい、彼女も入ってきたりなんかだん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 増え<ー>っていってた感覚だったなんか最初は<ー>なんかみんな周り日本人だけだったんだけどでも途中からなんかハーフの人とかミックスの人とかあのクォーターとかがなんかいるなとか違う学校となんか。 なんていうの一緒に何かやる時とかそういう時にあもっとハーフの子がいるとか<ー>そういうミックスの子のための,あのパーティーじゃないけどそうそうそうグレスがちっちゃい時はなんか<ー>その、まあ、みんなが国語の授業あ違う英語の授業をしてる時に、まあ、グレスは英語をしゃべれるから<ー>違う教室で行ったりとかする時にその英語日本語を習ってるなんか子たちの。うん 集まりがあったのは覚えてる。へえ、あ、そういうのもあるんだね。あ、業務<う>多いからとか。人間がそういう人が多いから、そうなるのかな。ええ。ちゃんと、そう、そういう、まあ、最初入るだけで難しかったんだけど、日本の学校に。なんか、日本語喋れないのに、日本の学校。どうなんだろうな、みたいなとか。教育委員会と、結構、いろいろ親がやり取りしてくれて。あ、そうなんだ。そう。で、そう,そう、結局、やっとも、めっちゃ頑張って。まあ、いろいろ、いろんな手使って。うんうん なんかそのやっっと日本の学校入ってそうなんだねそうでいつもママから聞く話は、うん、なんかその日本語も普通に喋れないさ、うん、だからなんか日本の学校入った時に教頭校長か教頭先生が何かあのおなあ「何歳ですか?」って聞いた時に「グレーサイミシンクです」みたいな。でめっちゃ超叫んでそれだけ覚えたから <laughs> もうとりあえず名前言うみたいな。でその時に先生も「あ本当に喋れない子なんだね」みたいな。 そうなんですとかなってまあ結構やっぱベースで育つ人が多いのか、うん、ミデリーベイビーっていうかそうベースが学校行く人多いの、まあ、めっちゃ分かれてるんだよねなんかそのそ基地の中に住んで学校もずっと日本、うん、基地の中のミックスのいるけどうん,、うん、なんかそのミリタリー どううなんだろうねめっちゃ半分半分だと思うなんかクレースの中でその、うん、ミリタリー、まあ、お父さんがミリタリーでお母さんが沖縄の人で普通に日本の学校を帰ってる人もいたりインターナショナルスクール帰ってるとかああねでも結構そのオンベーススクールのコミュニティはまた別ちょっと別だったはあそうなんかベースの子はベースの子っていうちょっとあった感 ちちゃ時は結局みんな仲良くしてたんだけどなんかそうだねそういう感じなんでね結構なんかおもろいなと思ってんかちょっとさやっぱ日本だから特殊なんだよだからんか俺も行ったんだけどこの間行ってたけど6月かな沖縄は最後行ったら高校生でで6月ぐらいに高校生だった修学旅行修学旅行 超楽しくてでまあこの間久しぶりに行ってでチャタンとかの方かなあの辺とかさゲッツーとかさゲッツーとかゲッツーとか言ってすげえなと思ってなんかすごいなんかゲッツーヤいましで結構俺結構俺はまあでもそのアメリカロサンゼルスに六年ぐらいいたからなんかそうそうそう割となんか体ショックあんまなかったけどでも弟とか結構絶対びっくりしたしあれはねだってさ普通に東京 の友達とかあのまあずっと内地に住んでる人とか、うん、そのよくまあ内地のベース周りでも多分ゲイツーは結構沖縄は一番やっぱ多いからうん、うん、基地がでもそのなんていうの沖縄に慣れて沖縄を知らない子とか、うん、そういうアメリカ人というそうやってあのなんか関わってきた、ね、ことない人たちと。 かはゲ芸ツーに連れて行ったらもうみんななんか動物園にいるみたいに「<laughs> 何ここ?」みたいな「でこれゲ芸ツーっていうんだけど」<laughs> みたいな「やばすぎ」みたいななんかアメリカにいる感覚でもないし日本にいる感覚でもないし沖縄でもないしみたいなめっちゃ特殊よねそう本当に特殊なんかあれ結構特殊やなと思ってかゲツーでいろんな思い出ある作ってきてる。ある <laughs> 覚えてないのもいっぱいあるけどね。まあ、いい思い出は絶対作ってる<笑><笑>え。結構やっぱ行くのあれはもうさんかローカルな人が多分方が知ってるのかな、うん、多分分かんないけどそうだ、ね、イメージあるんだけど、うん、まあ俺知らなかったから芸術ってやつとろは知らなかったから多分ローカルの人は知ってると思うんだけどやっぱ若い子とかは結構、うん、なんかその音楽とかも関係なくみんな結構遊びに行くようなところだなあって。 遊び、そういう遊びが好きな子たちは絶対行く。うん、クラブかね。なんか、そう、結局、クラブもめっちゃ多いし、うん、その、なんていうのかな、ゲイツなんかあるんだよね。まあ、ゲイツ周りでなんかいろいろ、あの、ドラマ、ドラマっていうか、プラブレムもあったりするけど、ゲイツ自体は、 もう本当にいろんなカルチャーがミックスするから確かにで沖縄でも結構歴長い場所ではあるわけへ<ー>なんか今の若い子たちとかじゃなくても普通に、まあ、おじいちゃんの世代とかもだったんだろうなああいう感じだったそう,思うそうなんまあそこが、まあ、ゲイツート2っていう理由が、うん、その基地のゲート2っていうんだけどの前の道だからゲイツート通りでそうだからまあ アメリカ人たちもいたり、その沖縄の人もいるし、うん、遊びに来てる人もいるし。だから結構なんかいろんな人がミックスしてる環境だから、なんかそう、面白いきっかけになるような場所。絶対なんか面白い。 まあどんな経験でも面白いっては言えるい面白よね一応そのネタはあるみたいなんかこれいけばいいそうそうだよねいやそうだから芸術ねそうなんかまあさっきめっちゃ先生に言ってた結構なんかこうねもう店員さんとかもほぼ英語で会話したりとかするし結構なんか俺ジャークチキンとかさあっち一緒あのあのあっやばいあれの方があれがうまかったんだけどもう一個なんかあの シャタンの、あそこそマイキーのさ、バーバーのさ、近くのあれはめっちゃうまかったけど、あれはゲーツで。あ、そうそうそう。フレックスでやフレックスっていうジャクシーめっちゃうまかったけど、ゲーツで行けなかったのかな。まあでもなんかバーとかちょっと見てみて、結構おもろいなと思って、あれはなんか俺の中ではオケーなんか一番の思い出うんうんうんいや、それ結構言う人多いと思う。彼氏も初めてゲーツに連れて行った時に、その。 あのグレースの家族と、まあ、彼氏と一緒にいて「月行くよ」みたいなで本当に座ってるだけで、はい、ずっともう瞳だけで面白いからみたい <laughs> でグレースは途中からなんかその瞳に行くことが多かったわけなんか遊びもあったけど<ー>最近は割とまあ少なくなっててその遊びが、はい、でその普通になんかまあちょっと軽く酒飲みながら <laughs> まあベンチとかもいっぱいあるんだけどその。<laughs> 普通に何にもしせずに、ただ人見てるだけで、うん、マジで、面白い人間って、みたいな。<laughs> 人ってこういう風に交わるんだ。<laughs> で、なんかまあ、ゲーツにローカルのなんていうの、ホームレスのおじさんとかたちもいるから、うんうん、その人たちも、まあ、いて、うんうん、その一緒の、自分、その人たちの犬とかもそこにいて、うんうん、で、まあ、ミリタリーが飲んでて、うんうん、で、まあ、普通にローカルの人と一緒に飲んでて、だから本当になんか、そう。 謎な <laughs> <laughs> 沖縄生まれ育ちでも芸、はい、ツーはすごいな <laughs> すごいなって感じました逆にさ芸ツーみたいにさなんかあんま沖縄知らない人のためにさ、うん、なんかこういうのあんま知られてないけどここめっちゃいいですよみたいなところあったりするんん遊びうん遊びでもいいし、まあ、自分が好きなスポットなのか、ねまあ、グレースはその砂辺シーボールっていうところが好きなんだけど砂辺シーウォール たぶんアイザックも近くにいたと思うんだけど茶炭、うん、の隣が砂辺行って言ってその海海なんかシーウォールがもうずっと続いててで、ずっとそこも散歩できてもう夕日がめちゃくちゃ綺麗だわけそこへえ<ー>周りにカフェとかもすごい多いしうん、うん、あ飲み屋もめっちゃ多いしうん、うん、なんか そう砂辺シーウォールがめっちゃ好きなんか遊びに行くとしたら海結構好きなんだけどやっぱりなんかどこか行くとかよりも海行って、まあ、ずっと家族とゆっくりしてるって感じが多いからうん、うん、でも砂辺シーオール一番好きか,ーかえシーウォールってどういうことなのシーウォールはもう海のすぐ横になんかその歩道っていうのサイドウォークみたいなの作られててもう ずっと、海とずっとあそれ歩くとかなの自転車とかも乗れるみたいなあ、全然何でもできる、もうそこでなんか<ー>ランニングする人とかもいる、サーフィンもみんなそこでやるし、んなんか、まあ、何でも一応できる場所なんだけど、はいはい、ただ海がそこにすぐあるから、砂辺で見る背景はめっちゃ好きだった。なんか昔、まあ、今はそんなに多分みんな使ってるかわからんけど、スナッチャーあるさ。うんスナッ もう昔はスナップチャットみんなやってる時に絶対に夕日の時間ってなったらそのみんなのストーリーの何が来るかって丸が見えるじゃん絶対に全部が夕日だわけ沖縄にそのシー・オール・ライブもう全部その夕日みんな違うとこで撮ってるとかで絶対同じ時間にそのみんなが夕日のストーリーあげるから。 なんかあこれシー・オールだなとか <laughs> <laughs> これはなんか海浜にいたんだろうなとかなったりするしてた結構さ俺おもろかったっていうか、うん、結構なんかちっちゃいじゃんやっぱ結構沖縄って,てサイズ感で言うとで結構いろんなとこ行けるじゃんね結構俺らもう北部とかも結構行ったんだけどめっちゃおもろくて、うん、なんかもうなんか全部見れて全部なんかちょっと違う色があるみたいな、うん、で俺がめっちゃショックだったのが一個だけあってタクシー取れなかったよ、うんうん チャタンに出てきったから、で、ちょっとじゃあ、それでゲイツ行こうとしてて、ゲイツ、これ、言ってるわ分ないけど、ゲイツ行こうとして、タクシー、をタクシーを落としたけど、俺三社ぐらい出ましたっけタクシー呼びたいんですけど、みたいな。全部、あ、いや、今、車ないタクシーでまず断られる感じみたいな人生でね。えみたいな。え、タクシーも断られたみたいな。そうそうそう。めっちゃびっくりし、それが。そんなことあんだと思って、どうしようかなって思って思いついたのが、もうあのなんかループみたいな、今、最近。最近出てきたらっぽいんだけど、 あ、嫌いある？あるらしい。あった？ループじゃないんだけど、なんか違うやつが、ビーム、耳、本当？で、僕大好きだから。これもやばいんだけど、ルビーよね。いやそれで、あもうじゃそれで行こうと思って、ようなんか、まあ車で行け、まあ自転車もないし、じもそれしかないかなと思って、ビームを取ったわけ。でも俺それ気づかなかったんだけど、ねあのマジ。 限定されてるエリアだから那覇とかあと北端の市内だけみたいな。沖縄市じゃん芸術って。で沖縄市まで行っちゃいけないのよ。俺ら知らなくてこうブーって行ったっけ途中でどん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 バッテリやってってあれ夜明くだみたいになって半分ぐらいのところで死んないのよ。えそれで返すところもないし動かないしみたいな。で俺ら これ置いてくないよねっつってその辺に置いてアプリ即行アンダーロードして歩いてタクシー乗るっていうすげえこれめっちゃバだったねマジでびっくりしたこれ言っちゃダメなのかもしれないわかんないけどでももうそういうことか TV 情報出すか出すから結構それがショックだったんだけど結構それはショックだよね普通にどっか向かってるのにあれみたいな死んだみたいなえみんな車で移動するのどうやって移動してるの沖縄 もう本当に車社会だから、やっぱそうなんだ。もう免許取れる年になったらみんな取る。何歳ぐらい？免、十二十八？十八か。で、そうだからもう高校生とか十八歳になったらみんなもそろそろ免許取るとかなるから、ううもう本当に車かなんか、まあ免許ないと結構だるくなっちゃう。そうやね。なんかまあ小さいは小さいけどなんかバスもたまになんかスケジュール通りに来ない時もあるし。うん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 。 でまあ歩くことはできるけど相当何もすることないとそんな時間ってかかんないじゃん <laughs> まあ本当に何もすることないから1時間かけて読み行こうみたいな 2>, <laughs> 2時間かけて読みに行こうとか思ったらまあそれはハピネスだと思うけど <laughs> <laughs> なんか普通になんか気軽にカフェ行きたいとか思うとか。<laughs> うんうんうん まあ何でもだねそうだよね車が必要だなって思ったらその時にあ当に夜遊びに行くの超大変そうだなって思うそうでタクシーもやっぱり特に金土日だったらタクシー呼んでる人めっちゃ多いからなんかい捕まえられない時多いびっくりしたねそうだからグレースたちはグレースが遊びに行く時は本当に朝までやる朝までやるかっていうか 朝まで飲んで、そのタクシーが大体回り出すっていうか、の時間まで待つか、なんかその、運転してくれる、まあ DD は一人、なんか決めないと、ね。そうだね、確かに。だからそれが東京めっちゃなんか最初慣れなくて、はい,はいはいはい。その、タクシーにめっちゃお金使う、使っちゃう人だわけ。あ、そうなんだ。そう。はいはいはい。で、別に、その、 いつもタクシー降りた後に「うん、はい今の2,500円なんか美味しいご飯とかに使えたのにな」みたいな <laughs> <laughs> って思う時はあるんだけど最初らへんは本当にもう電車絶対迷いしなんか人多いみたいなもうそのまあ初めて満員電車乗った時に初めてあんなぎゅうぎゅう詰めの場所にいてなんかもう。 みんななんかこんな状態で、グレースもなんかやべえみたいな。<laughs> で、カバンを前にやらないといけないとか、そんなの分からんから、グレースも死に人にぶっつかったり、あ、すいません、すいません、みたいなってなって、最初本当に無理すぎて、いや,やっぱ車っしょ、みたいな。でなってたけど、最初は。でもだんだんなんか、その東京に引っ越すちょっと前ぐらいに、やっとなんか、その東京好きな感覚が分かって、あ、 みたいな,なんんか、めっちゃ急に来たんだよね。その前まではなんか「たまにだけでいい」みたいな「うん、東京に引っ越すのは嫌だな」みたいなって、はい、なってたけどなんか去年の頭、うん、に LA あの行ってたんだけど、うん、その LA から帰ってきて東京で遊んでる時に「あなんか東京好き!」 えこれってもしかして好きみ東京住みたい?」みたいなってなってる時に逆にそのなんか電車とかにめっちゃ好きになっていってなんか新鮮だなぁ行っみたいて逆にねで都会がめっちゃ好きなっていってそう引っ越そうみたいなそういうタイミングで引っ越したんだそうそうへえー、で、まあ、まあ月に1回とか2か2ヶ月に一回は帰ってるからそんなずっといるってわけじゃないけど、ね、そう すごいででも <coughs> そんだけ帰るのところがあんのはすごい好きど、きすごいなと思っていやすげえないやちょっとそれでさ、うん、あのあれあるじゃんキドキあるじゃんね。あれ結構なんかちょっと見てたらなんかその、うんうん、沖縄に対しての思いを曲にしたみたいなふうのことを読んだからちょっとそれを。 ちょっとこう聞,き聞いていきたいなと思ってだ、うん、から俺最初読んだ時さよくわかんないことめっちゃ多かったんだけど、うん、ま英語で見たらわかるんだけどさ、うん、まあちょっとこれも聞きたいなと思ってうん、うん、まずえ普通に一個一個言っていいうん、うん、ゆらゆら言われていくライフの道周りには大好きな人たち夢見るゴールは常に Teach もうこれもわかんないなみんなが笑ってられる世界にいちゃりばちょうで、ん そのティーチっていうのが1、はい、って意味なんだけど沖縄で。あ<ー>であの自分の中で、うん、あのまあちょっと言い過ぎかも今から言うこと、まあ自分の中でンドリック・クラマーって <laughs> ラップ書く時ってこういう感覚になってんのかなって思うとこがあってその「ゆらゆら揺れてくライフのーチ、はい、沖縄で「ミーチっていう3なんだけど、はい、で「ターチ」が2位なんだけど<ー>だ「ゆらゆら揺れてくライフのミーチ 周りには大好きな人たち、夢見るゴールは常にティーチだから、<ー>なんか自分の中ではスリーツワンって言ってる感覚。だった。ええー、おもろ。そうで、まあケンドリックラマーは言い過ぎなんだけど。<laughs> いや、いや,いや言ってることわかるよ。いや、言ってることわかるよ。たまにケンドリックさ、<laughs> やばいこと言う、なんか。いや、あの人はや。ばい。は、みたいな、こんな、なんか全然、ちゃんと。 歌詞の分解される動画見ないとこの人スピってるっていうかもうやばいよみたい動いてるよねだいぶもうすごい動いてるよねんかそれにはかなわないんだけどまあそれに近い感覚だったのはその最初のやつでまあそうんかまあゆっくり本当に沖縄ゆっくりだから特に都会に比べたらそうだよねでまあそのゆらゆらの道ずっと超自分のマイペースな人だからうん あのなんかそうゆっくり人生いってるのいいよな<ー>でも本当とに今書いた通りそり周り大好きな人たちしかいないしでそのみんなであのなんていうのかなみんなで同じゴールをありがたいことにグレースの家族もそうだし周りの友達もそうだしまあこういう結局ポッドキャストの多分あのなんていうの のでできてるのもそうなんだけど結局人をなんか幸せにしたりとか,んなんか人に愛を感じてもらえるような,なんかことをするってすごい大事なことだと思ってて確かにでそのあの夢見るゴールは常にティーチみん,なあのみんなが笑ってられる世界に、うん、って言ってるのがその、まあ、本当にゴールは一つしかない,いみんなが笑顔にさえなればそれでいいみたいな。だから自分のなんか 自分,のゴ自分の中のゴールとかもあるんだけどうん、うん、結局音楽やってても、まあ、人間として生きてても、うん、まあやりたいことはまあそれだなみたいな人を幸せにさせられたら全然成功してるみたいなっていう感覚だったそのへえ<ー><う>すごいなそ<う>なるほどねで、まあ、イチャリバ町では、うん、沖縄でイチャリバ町でっていうのが

そんなやばいこと起きないっしょんって。まあまあまあ確かに、ね。それぐらいの愛を持ってれたら別になんか結構ピースな世界になれるしなみたいな。確かに。そうだからそのイチャリバチョウデーっていうのを歌詞に入れて、まあ、外国人の方も聞いてくれてるし、うんあの、日本の人も聞いてくれてるから、沖縄じゃない人にしっかりそのイチャリバチョウデーっていう意味を伝えた。かったなるほどね。こういう素晴らしい意味あるよみたいな。そういうことか。だから、we w we,、uh, we meet ウ e ーウィ t ウ family everyone's my brothers、うん、なるほどね。 はい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 そういうことか海の向こうには永遠の楽しいねこれ初めて歌詞分解したからマジでうんかジーニアスに乗ってる感覚アメリカのさベアファイの黄色のやつあるじゃんはいはいはいそれあれであの番組でそれにずっとそれに出たいっていう夢があったんだけど音楽始めた時からあそうなんだなんかそれに乗ってる感覚なってなんかめっちゃニヤニヤしてきたかもいいねいいねいいね楽しくいただいて奥の向こうには永遠のサム The sun will always come up f e e l the spirit, w o n d e r let the bad vibes fly away, little island in the south。どこで切ろうかな。どこで切るのがいい？多分 bad vibes fly away ぐらいで。オッじゃここか。だって bad vibes fly away。一旦ここにしようかなじゃん。はい。その海の向こうには永遠のサマー。海の向こうには永遠のサマーはまあ沖縄。 全然永遠のサマーではないんだけど <laughs> 全然ちょっと和風があるけど <laughs> なんかその多分人の,な人の心の中で沖縄と思えばその夏とか,かあったかいとかうん、うん、でそのあったかい人もすごいあったかいからそれは永遠みたいなそのあったかさは変わらない,はい、はい、終わらないって意味で永遠のサマーも一生なんかあったかいしなんか島だしみたいなで沖の向こうには永遠のサマー、うん 「The Sun Will Always Come Up the sun Yeah, the sun will always come always sun up, will Feel the Spirit Wonder Let the Bad v i b e s Fly Away <S、うん」なんかそれもまあなんか結構そのこのバース全体的にゆらゆらっていうのをベースにしたっていうかゆるいなんか感覚うん、うん、その何もちゃんとした形なくてただもうゆったりな感じが欲しかったから「うんうん、その The Sun Will Always Come Up Feel the Spirit Wonder Let the Bad v i b e s Fly Away は」はもう何ていうの何があっても太陽は絶対登るし。うん その自分の魂をまあ自由にさせて、うん、バッドバイブズはもうあの流していいよみたいな、その絶対大丈夫だからみたいな感じのニュアンスで書いたそこは。なるほどですね、うんそう。結局なんかどんだけまあ自分のなクレースもそうなんだけど、その自分の人生の中でなんか問題とか出てくるさ、でまあ自分にとってすごい大事なこととかあるから。 もう頭がそれにもずっと「タンネルビジョン」じゃないけど「うんうん、あこの問題嫌だ」みたいな。って、うん、なって永遠に集中しすぎてその問題がだんだんと大きくなっちゃうじゃん自分の集中がいくから。でなんか結局どの問題でもそんなに、まあ、真剣じちゃ真剣なんだけどんか、まあ、また沖縄の言葉で「なんくるないさ」っていう言葉があるけど結局どうにかなるうん、うん、結局大丈夫っていう。 のがあるからそのそうあの自分の魂を自由にして、うん、とりあえずバッドなものは全部流し,し,しちゃっていいよ <laughs> っていうリリックだな<い> <laughs> なるほどねいいっすねえー、っと Little island in the south everybody pulling up nobody in a rush んんここらうちのカチャカチャーシー踏み出カチャーシーそう昨日のこのカチャーシーって言うんだけど <laughs> うんうん、うん そのまあ Little Island and the South Everybody Pulling Up はもうファクスもうみんな <laughs> みんな沖縄大好き <laughs> みんなの沖縄で、はい、なんかやっぱり多分沖縄が本当に最高だから多分来る人は沖縄大好きってなって来る人がめっちゃ多いと思う,でうんで、うん、めっちゃでまあ本当に南の島誰、うん、みんな来るみたいなで Little Island and the South Everybody Pulling Up Nobody in a Russian もみん結構ゆったり vibes めちゃくちゃ多い確かに もう、急ぐまあなんていうの十字時に予定があったのに間に合わないから、はい、急がないといけんっていうのはあるんだけど、はい、<laughs> なんかけ結構ゆったりスローペースな人すごい多いわけ沖縄、はあまあ、島,全島どこの島行っても多分そうだと思うわけハワイとかもそうだし確かにね南国大みたいな,なんかそうそう結局めっちゃうん、うん、なんていうの緩みが出るじゃないでか <laughs> で であのここらう,うちのんかそのなんか沖縄マグレス沖縄の人、うん、沖縄で生まれ育ってでまあアメリカと沖縄のミックス、うん、でも感覚的には自分のアメリカサイドもすごい大好きなんだけど、うん、なんかアメリカ人でよかったなって思うのもありつつでもほんもう一番もう沖縄 おきもう自分が沖縄うちのうちじゃなくても沖縄本当に好きでーで心はうちなってなったのはもう本当になんか自分の中でたまにそのグレースってうちのうちなのかなって疑ったりした時もあったから小さい時は、ね、なんかやっぱりこういう見た目だしだ、ね、沖縄の人なのかなみたいなって言った時結局見た目とかは変わらんから、うん、心がうちなであればいいみたいなで沖縄の人じゃない人が聞いてても これ読んでるあ歌ってる時に心はうちなみたいな、うん、心がそういううちなバイブであればいいなるほどねあそ,うあそういうことだで「あの心うちなカチャ足シみないイヤさ,さはハイヤー」いい <laughs> その沖縄の <laughs> はいや「ハイヤハイヤイさサみたいなそれは絶対入れたかったんですんこのバース書くときはイやささは絶対入れるあそうなんだって思っててはい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 でまあそのカちャシ実際これライブする時もそこは絶対みんなカちャシやってくれるんだけど、えー その女性はパーでやるんだけど男性はグーでそう男性はなんかこういう、えー、でまあ女性パーでやるんだけど最近そのなんかびっくりしたのがあってなんかまあちょっとセンシティブなトピックスにはなるけどインターナショナルスクールまあどこの学校かは言わないんだけどインターナショナルスクールでそのカルチャー祭みたいなやつがあってはいはい、はい。 で沖縄がハイライトされてるんだみたいな。で沖縄祭りの一部がそのエイサーのエイサーをやる沖縄のドラムのやつねうん、うん、沖縄ドラム踊りエイサーを子どもたちに紹介見せるっていうところがあったんだけどそのみんなに片足を教えるっていうところが出てきたわけでおっみんなに子どもたちに片足教えるんだ<ー>でめっちゃ嬉しくなってた。 だけどそのカチャ足を教える人があの「じゃあカチャ足を教えるね」みたいなで「パーは優しい気持ちの時グーは強い気持ちの時」って言って「うんうん、あれ?」みたいな違うんだけど別に全然 <laughs> <laughs> パーは女性グーは男性そのなんていうのまあ多分最近のそういういろいろジェンダーもいろいろあるから。 たぶんそれを言ったんだろうけど「いいやいいや」みたいなもう勝手に <laughs> 勝手にそこ変えないでくれみたいな確かにねもう<ー>そうまあ本当にグレースもそういうジェンダーアイデンティティとかすごい応援するのは好きなんだけどさすがになんかどこかのカルチャーをそれのために変えるって結構大きいし<ー>沖縄今までその消されたカルチャーもすごい多い中でそれを見た時一瞬グレースもその隣に一緒にいた友達もおちなんちだったんだけど、うん 二人ともなんんなんか今ってたみたいな <laughs> 絶対違うよなみたいな <laughs> っていうシーンを友達と見て「おお」みたいな<ー>でもまあ子供たちの前で別に「違うよ!」ってすぐそういうのを見せるわけじゃないし <laughs> だからなんか「沖縄をもっとレップしよう」っていう気持ちにはなったもっと頑張ってなんか沖縄をなんかしっかりレペ戦したいなっていう気持ちになったんだけどはいはい、はい、へえそう。 な確かにねいやなんかまあそれはめっちゃ性質のトピックであだよね、うん、なんかあのね、まあ、男性女性、ねうん、平等だったりとかまあすごい分かるんだけど、うん、そういう気持ちとかも分かると思うし、まあ、やっぱそういう場合を容赦しないっていうのもあると思うんだけど、うん、やっぱ文化は文化なんでっていう、うん、なんかそこをなんかねえ、うん ギリギリのラインありますね。さすが難しい。書いたはよくないよな。自分たちの文化書れたら絶対やだもん。そうでしょうん。絶対やだ。で結局文化ってあんなに長くああるものをそうなんか一瞬ちょっとめっちゃサワサワして。 うんなるほど。何 <laughs> えなんか俺それすごいなんか沖縄の方ってなんかすごい自分たちの、うん、まあ歴史的な背景あるかもしれないんだけど自分たちの文化とかをすごいなんか大事にするバックグラウンドというか、うん、すごいプライドを持ってるというかそれがなんかめっちゃいいなと思っててんかあんまりさ俺も北海道で、うん。 北なわけよ。だから多分このうん、うん、東京とかそういうメインの本、本島とチクエは違うけど、うんうん、なんかあんまそういう文化が、まあ、もまあ、まあ、歴史もあるからそういうのないわけよね。で、まあ、アイヌの人とか、まあ、いろいろ歴史もあると思うんだけど、うん、だから、なんかそういうのめっちゃレップしてるのめっちゃいいなと思って、うんうん、なんかそれは結構その、まあ、俺らの中じゃミックスだったりとか、アイデンっていうのちょっと繋がってくるっていうか、うんうん、じゃあ沖縄に育ってて沖縄の文化もあるし、じゃあ、グレイスだったらアメリカの違いってから、うんうん、アメリカの文化もあるしってうん、うん、俺だったら日本に育ってるけど、まあ、 ね、アフリカのカメルーンの文化もあるしうん、うん、そこをこうレップしていくっていうか、うん、なんかそういうのがなんか日本ってあんまないっていうか珍しくない日本人ってさ自分の国嫌いな人多くないなんかすごいびっくりしない、ね、それが沖縄でもそういうなんかマインドがめちゃくちゃあるのがなんかすごいなんかかっっこいいななて普通に思う,う、ね、なんか確かに多分もう沖縄も一つの魂って感じがあるうん、まあ、世界どこの地,あ地っていうか陸土地 うん、そうだと思うんだけど沖縄は本当にパワフルな場所だと思っててで多分沖縄うちのアンチもそれに、まあ、気付いてない人も全然多いわけうん、うん、沖縄の人の中でも全然なんかあなんまあ沖縄を出たいとかとか,なんかあの自分の沖縄っぽさをちょっと薄くし,<ー>したくなる人とかもいるしそうなんだでもそれも別になんか個人個人でなんか。 沖縄の人だからってっていう別にわけじゃないんだけどなんかまず多分普通の他の日本の,あの県とかに比べたらいや日本っていうかもう世界でかも、うん、だって別にアメリカの友達とか喋ってても自分の沖縄に向けての相方って言ったらすげえみたいな、うん、自分の地元そんなにレッスしたことないかもっていう人とかすごい多くて、はあ、だからそうだね多分本当に大事な場所っていう。 のにはもう自分も小さい時から育ってくれたのが沖縄だしなんか今の自分のなんか大事に思ってるとことかモラルとかまあ当たり前親から来てるとこあるんだけど親沖縄で育ったおかげでそういう心のゆとり,りがあってこういう人になれたんだなみたいな,なんかもし違うとこに育ってまあ他の,色々のいろいろの何て言うのプロブレムとかあって自分の中のそういう。 ソフトでいていいとかうん、うん、優しく優しくても大丈夫とかうん、うん、そういう環境に育ってこなかったら全然違う人になってるだろうしう確かにねだからそういう育ってくれてありがとうっていう気持ちも強いと思う沖縄に向けてへえな,、ね、なんかで思ってる人めっちゃ多いと思う沖縄大事だからそっかでまあ消え,、まあ、消えかけてるってわけではないんだけどうん、うん、今まで消されたのもすごい多いしはいはい,はいはいはいね もし自分まあその,オキドキの曲で長寿さんがのバースで、うん、その島は俺らが盛り上げないと助け合わなく奪われちゃうっていうリリックがあってうん、うん、もうそこグレースもその曲ライブするときにそこ毎回もうグサッてくるわけ、うん、長寿さんのバースが本当に大好きでもう全部なんかグレースのそのオキドキを変えたフィーリングはなんかゆらゆらなんかそういう気持ちとかそういうのを大事にしたんだけど。うん 長寿さんのバースはもう本当になん,かなんか沖縄プライドが全部詰まってるバースって感じで,で本当にそうだと思う沖縄の人たちがしっかり自分たちの沖縄を胸張って沖縄の中でしっかり頑張ろうとか沖縄のために頑張ろうって思ってその気持ちをずっと続けないとなんかまああの消え 消えそうなな文化もちょっっっとあるるてて思ったりしてるからうん、うん、そういうことなのかなまあやっぱアートとかやってる人結構なんかまあアーティストとか多いと思うなんかすごいあるのかなっていうプライドめっちゃあるなって感じはなんか俺はあった人たちでめちゃくちゃ思ったかな、うん確,かまあ、確かにアーティスト多いよね多いなんか特に沖縄、うん、で沖縄のアーティストがすごいなまずミュージック、うん、今まあヒップホップ業界結構多分深くかかってると思うけど、うん、マジすごいじゃん、うん、沖縄 ヒップホップ多分一番んか盛り上げてるんじゃないかぐらいなんか今すごいと思っててそれはもうね見てても楽しいもんなあ沖縄かましてるみたいなそうだよねほんとね栄一さんオーズワールドだったりとか町おじさんもそうだと思うし畑岡弘さん紫子さんし子さんリットさんむくろウもうすごいよねんか本当にもう沖縄のアーティストで大好きなアーティストが普通にめっちゃ多いしだからなんか そう見ててめっちちゃ気持ちいいんだよ、ね、ん,なんか沖縄からこうやってしっかり成功してるのを沖縄の若い子たちとかに見せてくれてるのもすごいありがたいしうん、うん、世界的にその沖縄をなんかピンポイントさせてこういうかっこいいとこがあるんだよっていうそういうのを音楽とかで伝えられてんのいいなみたいな。であんなビッグスケールでできてんのは本当にもう,もうめっちゃビッグリスペクト。 レップできたいなみたいなっていう気持ちが強くなるえちなみにその新歌じゃい、うん、まあなん結構難しいけどそのジャンルはな何なんだろうシティポップアルシティポップ<ー>な何になのかちょっと見しょジャンルはまあ自分で何どういうジャうん昔はずっとなんかサンシャインミュージックって言ってたんだけどサンシャインミュージックねそう <laughs> でもまあそれだったらちょっと がないから <laughs> <laughs> でそれで何みたいなジャンルは何か <laughs>、ね、<て>新しいやり方で。っていう会話が1回あって、<laughs> そのグレースショーをしろってなん,かあなんかサンシャインミュージックみたいな感じで言った時に、ジャンルは何みたい言われて、まあ、確かにな。でもなんかポップスとかポップスソウル。うん ちょっとソフトロックとか結構いろいろ自分が好きなとこを集めて入れてるんだけどうん、うん、ま多分ポップスとソウル強めかでもヒップホップですごい育ってきて日本のヒップホップでだから友達も,もうヒップホップの人がすごい多いし、うん、だから面白かったのがなんか音楽が最初始めた時 まあ今まで見てたなんかライブとかも全部ヒップホップショーとかうん、うん、今まで遊びに行ってた箱とかも全部ヒップホップの箱とか逆に普通,普通のイベントとかあんまり行ってなかったわけヒップホップ以外ってことなんか、うん、でだからは最初グレースがライブしだした時も今までずっとライブを見てたのがヒップホップだったからあ<ー>あ歌手ってどうやってなんか。<laughs> どうやるんだからたまにグレースの MC が今まで見たヒップホップの MC っぽくなってんのかなみたいなってなる時があるわけそのんかポップス歌ってんのに「ああ!」みたいなそのんか MC のしかたポップスではないみたいな「ちょっとちゃう」みたいなってなったりしてたからヒップホップの友達とか見て育って結構高校生。 まあギリ中3ぐらいから、うん、えそれは周りのティップアップのアーティストだったんだそ,そうだねシーンああなるほどね周りの高校高校生ぐらいにそのまあ A ウィッチとかオズワールドとか、うん、まあいろんなその沖縄のアーティストつ、うん、とつながりだしてイベントとかでもそういうことかでもその時はもうただのヘッズっていうかもう遊びに行くの大好きだったからうんうん ずっっと遊びに行っててでも普通にみんな友達だから、うん、もうみんなも集まってみたいなだからその友達のライブを見に行くとかが多くなってでそのだんだんなんかグレースも音楽でやりたいなみたいなってなりだして初めてまあ高校生ぐらいの時にリリック書き出したんだけどその初めてグレースアイミーとしてリリースした曲はオズワールドの曲であれだえっ、ー、と何ていうの happy と、うん でも最初がその「ハイアップって曲なんだけど、はい、そのレオのアルバムに載ってる2曲で、まあ、そのグレースとあのみんなでスタジオにいて「一回やってみる?」みたいなっ<あ>てオズ<あ>ワールドが言ってくれて「うん、はみたいな「いいよ」みたいな。でグレースとお姉ちゃん <laughs> マリーって言うんだけどうん、うん、マリーもその曲参加してて2人で一回なんだっけな。 あそうレオとあオズワルドとそのエンジニアあのがさっきさんって言うんだけどそのあのコンビニに行ってて、うん、じゃずっとレコーディングしとくから、はい、とりあえず好きなの歌っといてみた、はいな。でグレースとマリーはもうずっとなんかマイクで「うわうわうわみたいな適当に歌ってて <laughs> まあ適当っていうか歌っててずっと。うんうん、で彼たち帰ってきました。 で結構レコーディングしちゃったたからじゃあ一回いいいいろろてみみようみたいなうん、うん、でその一つのメロディーの中にそのグレースが「I'm so high up high up high up」って歌ってるのがあってこれいいみたいなでそれをサビに入れたら普通にそれが一曲になって初めてのリリースがレオあオズワルドと一緒の曲だった<ー>でそっからしっかり「あ楽しいこれみたいな」って、はい、もっと成り出してうそうだからほんに音楽始めたなんか。 ストーリーリととかかかもめっちゃヒッッププホてたからそういういことかうなるほどね。だから結構異質の存在っていうか、うん、結構と思ってたやんやっぱその、うん、まあアメリカとか例えばじゃ R&B ソウルだったりとか、うん、結構こうなんていうのヒップホップと結びつくことが結構多いけど、うん、やっぱまだこう。 国内ではそういうの結構少ないかなと思ってて、結構本当に数えるぐらいにしか使えないかなと思ってて、うんうん、なんかそれがなんかめっちゃ気になってたから、うんうん、今知れてよかったう普通にそうなんだよ。<う>音楽のもうキャリアがもうヒップホップずーっとこう絡まってたから。だからグレースもなんかもう、もう普通にヒップホップ大好きなんだけど、特に、うんまあ、日本のヒップホップもすごい好きで、なんか、そう、本当にずっと聴いてるし、自分でも。で その自分もいつもグレスなんかラップのサビになりたいとかめっちゃ思ってたしなんか結構ラップのアイコニックな曲でなんかそのサビがまあ歌でそのラップがバースで入ってくるとかそういうのが超好きでグレスの声とかそういうの合いそうだなってもともと思ってたしだからそういうのは絶対ま,あまたこれからももっと混ぜていきたいんだけど初めてしっかりちゃんと混ぜたのが多分。 まあ、レオと一緒にやった時とそのまあおきどきで長治さんと一緒にやった時にもっと、はい、ヒップホップベースでにやったんだけどなるほどねちょっと待ってね結構途中でめっちゃ達成しちゃったけど<なん>か <laughs> <laughs> 全然大丈夫俺もなんか普通に <laughs> そうこれ本当に一つのトピックスが始まるともう そういろんなところに走っていって結局その元ネタをめっちゃ忘れがちなのよ <laughs> い,いよい <laughs> <laughs> この後は、はい、あ,あそっかでもこの後は「Look Up, look up to the White Blue Sky、うん」「l i m i n t h i s Island Life <S、うん」「心のふるさと沖縄に広がる空と青い,青い海」あとは「え緑織りなすデイゴのほかげ」<陰>「ほかげ」って読むんだ、うん、<laughs> あの美しさは忘れらりょ忘れようか「なちかさぬなちかさぬ,さぬ南の島」 そのもともとあった曲でそのあのビッグノットっていうんだけどビッグノットレコーズが、うん、あの江川さんと大志さんっていう人が二人いるやってる二人なんだけどが「グレース恋曲があるんだけど」みたいなビート送ってきてうん、うん、すぐ「あっかっけでそのなんか兆司さんも入れようと思ってるんだけどはい、はい、みたいな。 どうみたいなでも長寿さんと一緒に音楽作るの夢だったからう<ー>もうめっちゃフリーカートしてやっばい,たいな <laughs> やっとだみたいなってやりますやりますやりますでそのだからサビはそのままそのオリジナル原曲を使ってメロディーも、まあ、ちょっとポップスにしたんだけどほぼメロディー変えずにやってそうあそうなんだオリジナルの曲のリミックスなんだそう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 <ー>南南の島よっていう南の島よっていう曲があるんですねあじゃあ 違かった心のふるさと。って曲のあそういうことか。なるほどね。えやべ。でいご娘っていう姉妹のグループなんだけど沖縄のその時々の撮影でもでいご娘さんが来てくれてあそうなんだもう号泣もうだって撮影しててそもそもその曲できてる時点で「エモ!」みたいな長寿さんとやっとできてるし。 もうレコーディングした当時から <laughs> あ、この曲やべえみたいこれいっちゃったみたいなで自信はめっちゃあったから <laughs>、はい、レコーディング中も <laughs>、うん、いいなみたいなでディレクターさんもすごいもう素直さんでしたんだけどめっちゃいい絵撮ってくれててそれまでもうすごいなんかもう濃い思い出もめっちゃできててじゃあデイゴ娘さん来ますみたいな <laughs> すごいねでその車から降りてもう髪も全部やってて <laughs>、うん、その衣装で三振持ってみたいなもう普通にやっぱ でその出後娘さんたちもすごいなんかグレースに向けての愛も語ってくれて本当にこれありがとうねもと最初いやなんかビデオに出るはずじゃなかったんだけどみたいなその曲聴いて一気に気持ちが変わったんだよみたいな出たいと思っ,て思ったんだよみたいなだからありがとうねってあっち出後娘さんにから聴いた時にも「<ー>もも <laughs> やべえみたいな」超泣いて。 てい <laughs> で,<ー>で、そう,うん、うん、もう超なんか夢みたいな一日だったあの撮影はほんとにずっと泣いてたもんあ途中で、まあ、自分その日は自分でメイクとか髪とかやったんだけどうん、うん、ずっとティッシュ持ってますから。<laughs> めっちゃ良かったね映像もすごい海だったりとか青い空だったりとかあれはスタジオは長司さんのスタジオでやってそれも結構多分長司さんには伝えたんだけどどれだけ多分緊張してるか多分気づいてなかったの気づいてたかなわりか分かりやすかったから緊張は。 でもそのずっと長次さんも本当に大好きだし長次さんのヘッツぐらい大好きだからやっとそのスタジオ入った時に「うんうん、やべえ!」みたいなビデオでいつも見てるスタジオだとか <laughs> 長次さんの CTV っていうあの番組っていうのかな、うん、あれなだけどあの、まあ、インスタライブとかでいつも見る背景にグレーソもいるみたいな、うん、ってなってた時もずっと「すげえ!」 長女さんのスタジオだって,って弟に連絡して「<laughs> やばいやばいやばい」言って「すげえ!」みたいな。でそうめっちゃなん,かなんかビデオに映ってるグレースの笑顔とかはもう本当にに全部もう超自然ななんかん今夢を歩んでるみたいな感じの<ー> <laughs> バイブだったと思うずっとそうなんだそう。本当にマジで、ね、うん 大好好ききあれ俺も普通に自分で言っちゃうけど曲は大好きマジででもさんかさ弟と一緒にずっとやり過ぎじゃん車のシーンとかそれもともと俺知らなかったんだけど YouTube でカバーとか始めてたそでが最初だったんだねへえと思ってなんか16歳ぐらいかな16歳と弟14歳の時にゲイブって言うんだけどそのめっちゃ別にランダムのきっかけでなんか 多分友達から平井大の曲を教えてもらって「Slow、はい、ー n ー e ーを。うん、でなんかもう普通に弟が音楽あギターとかウクレレ弾けてたから普通にお家で弾いてたら、はい、何の中で撮ろうってなったかをちょっと忘れたけど、はい、なんかまあ撮ろうみたいな。うん、で学校終わって普通に車の中でなんかずっと撮るっていうのをやってて <laughs> それも別に超。 超適当じゃないけど、なんか、何も考えずに載せたわけ、うんうん、弟と。で、急になんか、フォロワー数もめっちゃ伸びて。<ー>再生回数もめっちゃ伸びたりして。百何十万も、ね。そう。<laughs> だから、ふと、弟とは、なんか。スケール、別に何も、なんか、特別なことやってる。のかな、みたいな。ってなって、その。いつもリリックもめっちゃ間違えるし。<laughs> 弟もたまにコード間違えたりするし。なんか。 全然超不完璧な動画だったんだけど多分それを好きになってくれたのか分からんけどめちゃくちゃ見てくれてる人が多くてでまたそれもまた再開しようとしてるんだけどああそうなんだいいじゃんか普通にまあ一緒にずっと歌うしどうせみたいなで本当に応援してくれてる人もすごい多いからその人たちのためにもやりたいんじゃんみたいなでもそれがもう音楽音楽のスタートだったっていうかそういうなんか グレースって名前がもっと出てくるようなきっかけになったのは全うん、うん、めっちゃ YouTube だっただから最近たまになんかまあ前最近か前からもそうだけどたまになんか人とエレベーター乗ってる時とかに「うん,うん?ん」って結構見てくるなって思って「はい、あグレースアミって気づいてんのかな」って言グレースもちょっと <laughs> まあ可愛く言いとこってなる時に「すいません」はい」って言った時に「グレースアミですか?」って言われるのかなとか待つ時あるんだけど。 昔、なんか、ウクレレやってる YouTuber やってました。ちょっと失礼だね。車にいいのっていう、ウクレレ弾いてましたよねみたいな。<laughs> ああ、そうそうそう,そう <laughs> で。あ、めっちゃ好きだったね。みたいな感じで,で。そういうの来るときもめっちゃ嬉しいんだけど。<laughs> なん当にまあ今振り返った16歳とかだったから161718の時にめメちゃやってたからその時からずっと応援してくれてますとか言ってくれる人もすごい多いしでもそのたまに来るなん?」かてっかしい」って絶対それで入るんですよ「むかしい」って言っかしい」YouTube やってましたみたいな「はい」やってました」そうだね2年間で出してないですもんねだってね 食べてねんいやそうもっとだいや俺見たんだよ結構出してないのもったいないだろってもったいないよねもったいないんだよ結構オーロラやったスタマロンやつた見たし結構あポストマロン見ためっちゃ似てた似てるし似てた似てた自分の中でもさポストマロン大好きなんだどめっちゃくちゃでそのもともとポストマロンのメイクをやったきっかけがあの チョロのメイクをやってたの <laughs> でそれも別になんでか分からんけどとりあえずなんかチョロのメイクしだしてて <laughs> なだだ <laughs> で自分んかヒゲとかそのラインアップとかでメイクやるじゃんなんでかでそれやってる時に自分で鏡見たらなんかポストモード似てるみたいなちょっと似てるなみたいなと思ってじゃあ一回メイクやってみようと思ってメイクやったら本当にそっくりで特に最初の1回はで家族みんな や <laughs> みたいな普通に死に似てるみたいな <laughs> ってなってなんかそう動画ストーリーとかに載せてたらそのなんかポストマロンのタトゥーシールがその時売っ,ってあってその後ぐらいになんかユニバーサルジャパンの方から連絡が来て、はい、そのタトゥーシール送るので、うん、あのそれつけて動画やってくれないですかみたいな <laughs> で、グレスもうたぶんはガチで演奏したじゃんみたいなそれユニバーサルと繋がる前ああなるほどね高校生だったから <laughs> えー、みたいなすぐ入った <laughs>、はい、そのその出した動画はしっかりそのんでそうしっかりタトゥーシールだった2回目は最初の1回はもう筆持って「s t a タイヤ r e を逆に変えて。<あ> <laughs> ってやつだけすごいえでもそれでもうユギバーサルと契約して結構こうそうあいやでもユニバーサルと結局契約ってなったのはもう二十歳の時にその音楽を真剣にやりだすっていうかそのあのッチ、うん、のおかげでそのプロデューサーさんに紹介してくれてシャキズルさんでその最初入ってた時に全然音楽がまあ音楽大好きっていうのはあったけどうん、うん レコーディングの仕方とかわからんしなんかしっかり音楽をやるっていうのもわからなかったしそれで入って、うん、であのいろんななんかいい道がつながってインバーサルさんと、うん、あのインバーサルジャパンと一緒にやっていくってなってそうそうそうだからそれとそのポストマロンのやつは全く別々で<う>でもその最初契約した時に、うん、昔ジムポストマロンの なんかやったら覚えてますみたいな覚えてます覚えてますでも完全違う部署だったんですよみたいなあてそういう話になってんかそうっていうそのストーリーがあったんだけどすごいだえでもそれは今もう何年間かもやってそうだね2020年から音楽始めたんだけどはいはいはいそれじゃあもう4年4年ぐらいかぐらいだねえそれがメタナース社員 イターナルサンシャインが初めて出した曲,した曲8月31日だったかな覚えてるねそうめっちゃ、ま、だって超緊張したっていう言葉でもないけどうん,、うん、なんかまあ普通に YouTube やってたから人に知られてるっていうのがあったから別になんかそれが初めてってわけじゃなかったんだけどはい、はい、なんか初めてそういう自分で曲書いてで、まあ、サビ作ってとかそういうのをしっかり考えてたからミュージックビデオも初めて、ね、撮ったしうん、うん で、今その前まではなんかミュージックビデオに参加したことは何回かあったわけうん、うん、でも自分のミュージックビデオっていうのはなかなかなくてはい、はい、そうだよ、ね、そうとからそうめっちゃいまだにも超大好きな曲なんだけどーイたいなルサンシャインはへえ<ー>そうはい、はい、超覚えてる最初813に出んのかなと思って、はい、そ813誕生日なんだけど、はい、あそういうことになって。うん ちょ,っとちょっと似てる近い,みたいな近い <laughs> っていうのをめっちゃ嬉しいなとだ。そ<う>えて、ー、結構なんかさあのー、なんかこの辺ん,んか前、あのー、ちょっと読んだあるのとに書いてたんだけど、うん、ちょっと昔っぽい曲だけどこうモダンにしたいみたいな、うん、なんか話をしたと思うんだけど、うん、なんかそれは今もなんかそういう、うん、なんかバイブスというか。 って感じはそうだね結構昔の曲大好きでまあ無意識に多分自分の音楽に出てる昔のフローとかコードとかもあると思うけど、うん、なんかその本当に昔の曲そのままそのままというか、まあ、今風にアレンジしてやったりするの好きで多分それはカラオケが大好きだからそれなったんだと思うんだけど <laughs> なんか最近、まあ、最近じゃない去年だ 出した「本音まで愛して」っていう曲もあるんだけどうん、うん、それも昔の曲でリミックスさせて出してみたいなそれもなんかありがたくなんかいい感じに回ってくれたんだけどそうだから昔から結構その多分むそういう曲好きだったから結構インフルエンス入ってると思う自分の音楽の中にその昔のバイブさがなんかそう自分が多分シンプルに好きで。 親もずっと親が聴いてくれてた音楽を見せてくれたりしてたからそうだよね自然になんか出てきたと思う結構さオーディエンスというかファンの方はさ日本と海外はどっちの方が多い日本が多い日本が多いんだそうなんだでも英語の曲作るやん結構だからそれがちょっとなんか面白いっていうかはいはい逆にねだから自然にグレースが音楽変えてて出てくる言語は英語なのなるほどねで でたまにその最初自分の中でいろいろ戦ってたのがまあ日本にいるし日本のフォロワーさんがすごい多いしもっと日本語でやった方がいいのかなっていう,うん,、うん、なんか思いとかも意見とかもあったんだけど何、うん、か、まあ、すなんていうの自然に出てこない限りは、ね、無理やり押すのも嫌だな確かに、ね、だって。いうサイドもあるし、うん 自分が純粋にポーっと歌詞を書いてる時は絶対英語になるのんかそういう沖ドキみたいに沖ドキは絶対日本語でかましたいと思っててそれも結局ミックスだしなんか「おはよう」っていう曲があるんだけど、うん、それはもう超スタジオでマジでふざけて作った曲ってんか全然シリアスに考えてなかったんだけど、うん、その自分がやりたいもの VS だこれ出した方がいいでしょっていうものに、うん、結構なんか「わどうしようどうしよう」みたいな絶対日本語でやった方がまあいいのかなみたいなのになったりしてたけどまあ多分なんかそのありがたいことに結構グレースを応援してくれてる人って自分なんか人間として応援してくれてるなっていう感じはめっちゃ伝わってくるわけ音楽もすごい好きでいてくれてる人はもうめちゃくちゃ頭も多いんだけど。うん なんかグレースを応援したいっていう人がすごい多くて、うん、なんかそれが英語でも日本語でも応援してくれるんだろうなと思っててでシンプルにその自分のアーティスティックなスタイルは英語であったりとか、うん、だからなんかその無理やりに日本語にして、うん、そのもっとバズを作るどうやってバズを作るって考えよりは自分のアートを優先にして。 自分はこういうのが作りたいからこれを作るうもうなんていうの何らレゴシって英語で言うけど、うん、なんかそこは別になんかなんていうの言い合いじゃないけど、うん、合わせる必要もないしそう合わせる必要ないなみたいな、うんうん、でその合わせちゃってる合わせちゃうと聞いてる人も確かにねなんか 結局自分じゃなくなっちゃうじゃゃゃななくっちうんずっと人のことを思ってこういうの作ろうと思ってたら結局グレースから湧き出たものじゃなくて相当ばっかり考えて作ったものになっちゃうから特にまだ今はもう完全に自分が好きな音楽やってそれで応援してくれる人にもいい音を届けられるようにしたできればいいかなみたいな。だから今ちょうどなんか一応海外の人の人 まあ、リ,スナーリスナーさんも増やしたいなと思っててうん、うん、だからもっとコンテンツとかも英語もしっかり入れるとか日本語両方入れるとかにしてるんだけど完全日本人が多いからなるほど、ね、最初そのバランスどうしようみたいな確かにね前置きそうなところであるもんねそううんうんうんまあでもってなってたけどまあなんかまあ無理無理はないでしょみたいなあ、ね、まあこれがグレースだから、うん、なんか 完全にアメリカ人っていうわけじゃないし完全に日本人っていうわけでもないから普通に人としてもそんなにミックスしてるんだったら別に音楽もミックスしちゃっていいやん。じゃなくてそう <laughs> でもそうだね。なるほどね。<う>えちなみにさなんかこの自分が作っている音楽とか伝えたいものとかって、うん、あったりするのこういうのを、まあ、自分の音楽のまあ、メッセージなのか、うん、こういうなんで聞いた人をどういうふうに気持ちになってほしいのか、うん、とかなのか。そうだね 結構なんかなんていうのかななんか人生楽ししいいって思ほん,ん,んかグレースの曲をバックグラウンドにして面白いことやってほしいって思う<ー>なんかそのメッセージでもよく、まあ、自分の一番自分が今まで書いた曲の中で、まあいまあ、一番っていうのは難しいんだけど一番好きなのが「What's Perfect」っていう曲があって何が完璧かっていう曲があ,、うん、あるんだけどそれもちょっとなんか 不完璧でいいじゃんみたいな別になんかそんなに真剣に完璧なものにしようって思わなくていいじゃんみたいなうん、うん、そのなんか嫌な日もあっていい日もあってそれが人間で生まれてのなんていうの良さなんじゃないのみたいなそれを多分人に伝えたいって自然に思ってると思うなんかグレッソはめっちゃ人生楽しんでるし自分の人生でありがたいことに周りめっちゃ愛が多いし、うん それを多分感じさせたいだけかもなんか、えー、自分のメッセージの中でその愛とかもよく語るんだけどうん、うん、普通に、ね、恋愛のラブとかもよく語ったりするんだけどんかシンプルに聴いてくれてる人が「あ人生楽しい」とかさ、うん、寂しいことがあっても、まあ、グレースのちょっと寂しい系の音楽聴いてたら、うんあ「寂しいのもいいな」みたいなんかそういう結構 結構シンプルかも全然リリック的にこれ聴いてほしいとかいうのが100%あるってわけではないけど人生ってなん,かエクサなんかワクワクするなとか生きててよかったってなんか音楽を聴いて楽しんでもらってそこで生きててよかったなって思ってくれてるんだろうなって思う。 なんか自分の中でそういう自信はある、うん、結構そういう聞いてくれてる人の中でメッセージくるときはもうなんか何ていうのそういうメッセージ送ってくれる人もすごい多くて「かおかげさまですごい楽しい時間過ごせました」とか「なんか生きててよかったです」とかそういうメッセージくるときに一番くさっときて「すげえ」みたいな自分の自分がなんか書いた曲で人のフィーリング変わったりだとかもっとやる気出そうとか そういうのを人に思わせれるようなポジションに立てられるのって、結構恵まれてるなみたいな。だから、結構全体的にそうかも、ただもう。楽しいとか。自分がそもそも、も、もともとある感情をもっと引き出したいだけかも。うん寂しいと思えれば、もう寂しい曲聞いて、もっと寂しくなりなみたいな。うん楽しいと思ってやるから、もう。楽しい曲聞いて、いや、多くなれいないから。なんか感情。 まあ、フリークエンスだからさ、すごい感情とこう、マッチするというかさ、なんかそういうのが音楽のいいところだなってめっちゃ思うさ。ら。そう、間違いない。なるほどね。なんか沖縄で座ってるからさ、やっぱこう、なんかトミー君って、トミー君がね、トミー君とかもお経験してきもらったんだけど、トミー君とかそういうことですね。やっぱフィールグッドミュージッ作りたいとか、こう、なんか沖縄らしさね。一番大事だと思う。だって結局なんか、まあ、伝えたいってこと多分、だんだんグレースも人として、 成長とか、あの、いろいろ学んでいって、まあ、伝えたいことが増えるだろうなと思うけど、うんうん、なんか、今は、自分の人生の中でも、もう一日一日楽しみたいって気持ちが強いし、うんうん、それがなんか、まあその、今次のプロジェクト作ってるんだけど、その次のプロジェクトが、なんか、そういう、 なんていうのかなちょっと、なんか、わさわさっていうか、わさわさあの、わさわさっていうことは多分違うかも。なんか、わさわさはなんか、あれだよあ、そう。わさわさじゃグレースワードかも。なんか、初めて聞いたら、わさわさ違うよ。なんか、えっとね、ざわざわ違う。ざわざわ。でもなんか、何も言おうとしてんだろ、う今。なんか、その、そう、エキサイティングな、 感じにしたいのワクワクワワククっぽいフィーリングにしてて <laughs> うん、うん、でグレースが時代的にめっちゃ好きな音楽が60年代とかなんだけど<ー>60年代後半と70年代前半とか E t ィーめっちゃ好きで、うん、そういうなんかソフトロックとかグレースはそういう音楽聴いた時に一番なんか楽しいってなるから<ー>ちょっとそういう風な音も入ってるんだけど。 それのもう結局メッセージっていうか、フィーリングはもうただ、そう、本当にトミーが言うように、フィールグッドっていうか、もう気持ちよくなろうみたいな、っていうあれが多いかも。だからそういう熱とか、なんか楽しいとか、どの感情でも、もうとりあえずその感情っていいねってなってほしい。なんか、寂しい曲とかも入れてるんだけど、 とかなんかそういう不安、不安な気持ちを書いてる曲もあったりなんか一日一日に変わ,変わらないから大丈夫なのかなってそういうなんか成長がまだ見れないっていう不安の曲とかもあったりするんだけど結局全部いいストーリーになっていくから、うん、なんか楽しんでいこうみたいな。 <laughs> メッセージ感めっちゃできそうだから。せっかく生きてるしみたいな <laughs>、ね。なんか結構やっぱ情報量が多いからさ重要と思うんだよねなん,かこうなんかこう目標があるとかってめっちゃ重要と思うけど将来のことと過去のこと,ことばばばっかり考えて今現在のことを見れてなかったら本当に意味がないというか、うん、う今がさもう要はリアルなわけでね、うん、なんかそこは結構なんか現代人が忘れがちなところなのかなって思うから、うん、<laughs> うその音楽とかでそこをこう。 なんかこう音楽として昇華させるみたいななはめちゃくちゃなんかその音楽だから出来事だからってめっちゃ思ってすだってグレースもいつもそれやっちゃうんだけど、うん、なんか未来未来考えるってすごい大事だ,だとは思うんだけど、うん、なんかゴールゴールしすぎちゃうとその本当に言った通り今にあんまり集中しないからなんか。 さっきちょうどこっち向かってる時にこっち向かってる道がめっちゃ綺麗だったわけではい、はい、別になんか特別な道ってわけではないけどうん、うん、ただなんかいい感じに体温も当たってるし <laughs> みたいな綺麗だなーみたいな,おなんか散歩してるおばさんとかいて、うん、でそのまあこっちに向かってるからちょっとき自然に急ぎ足になってたわけで,うん、うん、でめちゃくちゃパタッとなんか早く歩いてて、うん、早く歩いてる途中になんかあこんな早く歩いてる必要ない <laughs> ないみたいな別に時間内に尽くしみたいな。 でまあ、ゆったり歩き始めてたら、うん、なんか「あ気持ちいい」みたいな自然に「なんか今」っていいよなみたいな。でもう本当にグレースもいつもやりがちなんだけどもう先を読みすぎとかうん、うん、なんかいろいろ計画しすぎ計画って本当、うん、まあ大事だったんだけど、うん、なんかいろいろ今の自分以外のものに集中が行き過ぎちゃうとなんか。 うん、なんか自分の器がなんかパンパンになりすぎてどこになんかどこにも余裕がなくなっちゃうから<ー>過去を考えるのもそうだけどうん、うん、たまに過去う、ね、あこうすればよかったあすればよかったとか思う時あるけど結局別にどんだけ考えても戻れないしだ,、ね、だからそれをいちいちなんか「わあとか言ってるよりは。 今何ができるかってなって今で何かできるんだったらじゃあ行動しようみたいなそのお父さんがいつも送ってくれるなんか、うん、ミームじゃないけどメッセージみたいなやつがあって、うん、なんか「やりたいことがあるの?」みたいな今,そう今英語なんだけど「今やりたいことあるの?」イ Yes」か「No」で選ぶじゃうん,、うん「Yes」イエスだったら「じゃあ何かしなさい」で終わりなのもうやりたいんだったら「やりなさい」みたいな「No、うん」でノーだったら「 じゃあ考えてみたいな、うん、で考えてやることが見えてきたらやりなさい、うん、でそれがやりたくなかったらじゃあノーでノーでいいじゃんなんかそんなになんかなんだよふわっていろいろ考えて難しくさせる混乱させるよりはむちゃくちゃシンプルな答えが多分あるだろうから何か,になんかそう,もうやりたいことやったらやりたいことやればいいみたいなうん、うん、そういうシンプルに考えた方が 未来もだんだだんんん自分のために働いてくれるんだろうなこの人人生楽しんでるなみたいなうん、うん、もっとプレゼントあげようっていうユニバースが思ってくれてると思うしっかりあげたサインとかなんかいいことが、まあ、降りてくるじゃんってよっしゃってそれでどれだけなんか純粋に喜べるかとか純粋に楽しめられるかで次もそれ降りてくれると思うか、ね、なんかその反応とかで。自、うん、自分が自然にそれを なんていうの欲しくなってんかそういう道がだんだん作っていくと思う勝手に道がそう,、ねそうね、確かにね、まあ、自分のチョイスとか,てかまあ自分の現実とかが自分で作るものだなってめちゃくちゃ思うから<う>確かにねなるほどっすねということであっという間に1時間ぐらい過ぎちゃったんですけどだよね <laughs> <laughs> 全然ずっと喋れる <laughs> 結構これいける、ね、うなんだよ、うん、だんだんもう期待性も超分かっち <laughs> ゆっくりゆっくりやって<う> <laughs> いやーなんか結構めっちゃリラックスして結構いろいろ話したんで、うんうん、あめちゃくちゃ話せるなでもな、うん、なんかもっともっとこれから多分いろいろまあソーシャルメディア結構活動してるのかなそうだねインスタまあ一番やってるのがインスタで、うん、まあツイッターティックトックはたまにやるんだけど、うん、で一番しん、まあ、真剣にやってるってか一番ちゃんとやってるのがインスタ, <laughs> インスタでツイッターとかそういうのはあのまあたまに変なことを載せるみたいな <laughs> もうとりあえずなんかその時考えてることを <laughs> なんか、急に乗せてるって感じ。でも、もっと力を入れようと思ってます <laughs> <laughs> そのインスタント会場に。<laughs> そうですね。<laughs> なるほど。ということで、なんか、まあちょっといろいろね、うん、あの、ちょっとどういう人間かなっていうのを結構知れたと思うんで、うん、今回のあの話を聞いて、これからぜひね、フレイスタイミ応援していただけたらなと、お願いします。お願いします。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。ありがとうバイバイ <laughs> ありがとうございます <laughs> ありがとう